はい、今回はですね、ルーロースパイスカレーということで、ココイチの期間限定の商品でございます。台湾カレーが出たということでね、訪問させていただきました。スパイスの効いたこちらのカレー、ルーローハンっていうのがね、人気の台湾料理らしいんですけれども、まあそれを使ったカレーといいますか、ですかね。まあ、八角とクミンということでね、なかなかちょっと癖が強そうな気がするんですけれども、どうでしょうか。ちなみにね、スマホでレシートを応募すると何か当たるようですよ。キャンペーンやってますのでね。まあ、トッピングもね、いろいろあるんですけれども、スパイスほうれん草カレー、パリパリチキン、うん、どれも合いそうだな。つうか、ごめんなさい、この人誰僕のおすすめ言われてもな。さあ、ルーロースパイスカレーでございます。まあね、やっぱりね、香りがね、ものすごく強いです、これ。まあ見た目はね、大切りの柔らかい豚肉とかタケノコ、キノコなどがたっぷり入ってますね。肉の量なかなか多いですよ。スパイスですが、辛さはね、それほどでもないです。しかしね、八角とクミンの癖がめちゃくちゃ強いです、このカレーこれはね、好みがちょっと分かれるかもしれないですね。柔らかく煮込まれた大切りの豚肉、これはね、めちゃくちゃうまいですね。ご飯も進みますよ。これだけでね、豚丼作ってほしいかな角煮みたいな柔らかさです。美味しいです。他の具材もね、結構大きめで食べ応えがあります。タケノコの食感ね、カレーとすっごい合いますよね。自分も家でカレー作るときとか入れたりしますからね。しかしね、カレーでこの癖ということはね、ルーローハンってもっと癖が強いんですかね。まあこれはね、合う人合わない人がいるカレーだと思いました。はい、まあ今回の動画はここまでになります。ちょっと癖の強いカレーですけれども、多分ハマる人はハマりますね。ではまた次回の動画で。ありがとうございました。